はい、郡山市日和田町に今日オープンしましたフェスタビレッジに来ています、はい、この場所はもともとはショッピングモールフェスタが営業していたんですが、8月末に一旦閉店したことから、こちらですね、仮設店舗として、フェスタ敷地内と JR 郡山駅東口付近にあるイオンタウン郡山内の2カ所に分散して18店舗が営業を再開させます。その中で急ピッチに準備を進めまして、今日オープンしたのがユニクロの隣、イオン郡山店食品館と、こちらですね、ジュエリーウォッチの専門店トミタです。イオン郡山店食品館はですね、今日のオープンを待ちわびていた人が多く、オープン前から50人以上の長い列ができていました。皆さんのお目当ては今日から4日間限定で開催されるオープンセールの破格商品です。今日の目玉商品はキャベツ1玉98円、こんな大きいの、シャインマスカット1房980円、次々に売れていきましたよ。そうですよね、物価高くてなんかすごい。ここ15日オープンっていうチラシ入ったから首を長くして回ってましたよ。遠いとこまで行けない、行ってね、よくよく買うこともないし、生活圏内にあるっていうのは一番いいわね。続いてご紹介するのはジュエリーウォッチの専門店トミタです。こちら高級感あふれる店内はですね、以前よりも売り場面積を 1.5 倍に増やしまして、ゆったりとした作りになっています。トミタは創業98年、郡山市を中心に県内に8店舗を展開しています。定番から限定のアイテムまでですね、およそ2000種類の時計やジュエリーが並んでいます。さあ、それではですね、副店長の高橋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日わずか閉店から2週間でオープンを迎えました。今日どんなお気持ちでいらっしゃいましたか？はい、いつも当店をご利用いただいているお客様や電池交換やメンテナンスに対応するため急ピッチで準備いたしました。本日無事オープンできてよかったです。今日楽しみにされている方が午前中もたくさんいらっしゃっていましたよね。さあ、今回のオープンに合わせてですね、県内初上陸の時計を用意したということなんです。それがこちらです。シチズンのオーダーメイド時計なんです。こちら文字盤や針、それからこのベルトなどですね、自分の好きな色や質感などを選ぶことができまして、世界に一つだけの時計を作ることができるんですよ。やっぱりこう世界に一つだけっていうのはこうもらっても嬉しいですし、プレゼントしても喜ばれそうですよね。さあ、他にもですね、この店にはですね、県内でここだけの取り扱いの時計を多数取り揃えているんです。中でも今注目されているのがですね、こちらグランドセイコーの白樺モデルです。どんな特徴なんでしょうか？はい、こちらは岩手県雫石町の白樺の林を表現した文字盤を使ったモデルになっておりまして、時計界のアカデミー賞を受賞した世界に認められた一本となります。重厚感と高級感と、本当にもうこれを持っているだけでも力強さも出そうですよね。さあ、こちらでは時計だけではないんですよ。奥に進んでいきますと、こちらブライダルリングのにわかが入っているんですね。こちら京都発のブランドでして、婚約指輪から結婚指輪までおよそ100種類が並んでいます。中でも私が気になったのはですね、こちらのプロポーズリングなんですけれども、大きな石が輝いていまして、これは婚約指輪とは違うんですか？はい、こちらは最近人気のリングになりまして、プロポーズしたいけど女性のサイズやデザインがわからないという男性におすすめのプロポーズリングとなっております。価格が3万円なのでプロポーズのハードルがぐっと下がります。確かに3万円ですとプロポーズのハードルが下がりますよね。いや、スタジオの日野さん、いかがでしょうか？ちょっとぜひお店に日野さんもぜひ買いに来てください。ちょっとコメントしづらいな、それは。さあ、オープン初日を迎えましたけれども、これからの意気込みをお願いします。
はい、ここフェスタビレッジをスタートに、地域に愛されるお店作りを目指し、郡山全体を盛り上げていければと思います。はい、今後のフェスタビレッジのオープン情報です。この後ですね、来週の金曜日からはですね、こちらジュエリーウォッチ富田の隣にメガネの富田などご覧の店舗がオープン予定となっています。そしてイオンタウン郡山内なんですけれども、こちらおしゃれ館の並びにですね、衣料品などご覧の店舗がこちらも来週金曜日からオープン予定となっています。